2023年12月30日、地方競馬、重賞予想。こんにちは、鬼源です。12月30日に開催される、笠松 10R の来電リーダー記念について、今回はショート動画と長編動画の2本を用意しました。ショート動画では、以下の馬が注目されています。クリスタライズ、丸、三、ミトのユニバース、アコー、サンデーローリュー、そして、長編動画では、各馬の詳細な能力値も、 紹介していますただしショート動画との整合性に際があることをご理解いただければと思います。クリスタライズ前半能力73後半能力72総合能力 142○3 ミトのユニバース前半能力65後半能力70総合能力145アコー前半能力71後半能力70総合能力157サンデーローリュー 前半能力71、後半能力70、総合能力145、今後も地方競馬の重賞に焦点を当て、このような動画をアップしていく予定です。ぜひチャンネル登録をお願いします。なお、チャンネル登録者が500人に達すると、SP 予想を送る動画を周期的に公開していますが、今後は500人以上で常時公開していきたいと考えています。ご協力いただければ幸いです。どうもありがとうございます。